ちは、Pです。勝利の女神にて今回の動画はクラウです。 1.5 周年の4月25日から入手してね、育成して今ね、やっとスキルがマックスになります。はい、コスチュームガチャもね、はい、購入して、あとね、はい、こちらもね、エピソードも、はい、クリアしてます。もう多分入手したタイミングぐらいでね、すぐこちらは上げられたかなと思います。好感度。マックスですね。ランク40。はい。私のキャラで、スキル10、3箇所クリアできてるキャラが、4人目ですね。モダニア。はい。と、レッドフルード。と、ブレンですね。ブラックシャドウ。今回のクラウンで4人目です。戦力が、レッドフルードの方が高いよね。あ、でもね、そっか、オーバーロードも一緒ですよね。クラウンもね、うん。頭だけないの。レッドフードも頭がまだ、はい、揃ってないです。ブレンはまだ2箇所だね。はい。モダニアはね、4箇所終わってます。まあ、終わってはいないですね。はい。これからまだ厳選はしたいなと思ってます。はい。ではね、スキル、アップします。スキル2がね、これパッシブですね。通常攻撃で43回攻撃した時、自身に、自分にリラックス。HP 回復量 4.06%。少しですけどね、やっぱりこの少しが変わってくるよね、きっとね。それとね、はい、自分がリラックスのフルスタック状態なら、スタック解除後、実施、自分に無敵、5秒間1、あとヘイト。敵全体を挑発、5秒間1。はい。スキル発動者の最終、最大 HP の 5.23% 回復。これも少し、ほんのちょっとですね。はい。回復効果が適用された時、味方全体に 20.99%。はい。うん。はい。これね、でもほんとね、溜まるの時間もかかるよね。はい。毎日ね、シミュレーションルームやって、ショップで購入しながらね、1ヶ月かかりました。これがないんだよね、この。うん。これもなかった。はい。ね、あ、できます。はい、これでね、3箇所。ん39,000はいかないんだね。ちょっとしか本当上がらないよね。はい、これももうね、オーバーロードくらいだから、それほど4枚いくのかな。まあちょっと今までレベルがね、239だから、この辺の方が影響力は高いよね、きっとね。うん、このレベルもね、まあ3日に1回ぐらいしか上がらないもんね。はい。まあね、まだね、メインストーリーの26の25。はい。野宿してます。はい。何かで試してみようかな。あ、でもね、あんまり試せるのがないんだよね。ロストセンターも、メインストーリー進まないと、ね、できないから、迎撃戦かな？はい。迎撃戦で試してみます。模擬戦闘ですね。モダニア。数値は見えないよね。
回復量とかバフとか見えないので、あれ止まるのもね、3箇所ついてたかな、最大は。だから880まで削れない。はい、クラウン王国の一人に返してください。あなた敵がいるべき場所へ。よかった、これ受けちゃうとね、麻痺しちゃうんだよね。はい、ミサイルボートも2つ目はね、壊さないようにクラを攻撃します。2回目のボースと、残念だったな、ここまでだ。よっしゃ、このまま行くぜ。ワンチャイルボートが危ない。あ、壊れてた。はい、遠くに来ちゃうよ。クラウン王国の光の向こう、入っちゃった。ちょっとね、ほら、遠い。ミサイルポートで壊しちゃうとこうなっちゃうよね、遠く行っちゃうよね。はい、はい、ちょっとね、ここに上がったなんてね、比較がしづらいんだけど、あなたの栄がもたらした勝利、やっぱり強くなったんでしょうね、きっと。あれ、ほんとね、毎日ね、日課して、貯めてね、いろんな素材を貯めて、やっと、良くなれた。まだまだね、レベル上がったりしないと、ここ勝てないよね、26の25。ね、ここね、レッドフードの故郷だよね。で、ハピに、体を返すために、その、ラピがね、レッドフードの呼吸に行ってあげてみたいな感じでね、今向かってるとこ、ここがボスだよね、ここね。こやつらを切ればいいのかい。ここに、ね、ぐるってここに回って一周しなきゃいけないんだけど、ここでね、ずっとハリの軸だから、ほとんどクラウン入社したあたりからもう1ヶ月ぐらいの軸してるのかな。ねえ、これエンジェルキップだったかな、このストーリーの中でね、出てたよね。あれ、サイドストーリー、あ、何て見たんだろう。どれ、これでどうの例なのかな、これ、どれなんだろう。お下がりください、移動します。はい、変だよね。ガソリンスタンドはこれか。これがバスリーさんだね。ね、あ、戻っちゃった。ついていくね、先生。すごくね、で、ここは、あの、もうちょっとね、あの、なんだろう、この殺菌、ここがね、また重要な拠点になるんだよね。はい、楽しみなんだけど。話が進まない。はい、すごくね、ここの雰囲気が好きです、私。トウモロコシ畑ってね。何の話になっちゃったんだろう。はい、毎日ね、ポチ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 してるんだけど、当てない。今回はね、3番目に強いんですね、もうね、私のキャラの中でも。モダニア、レッドフード、ラウン。あれ、まだね、モダニアはいくつ？プラス1になってるね、ここはね。自分が誰なのか、少し。レッドフードは、3凸だね。クラウンも3凸。フレーム1個だね。リターが2なんだね。はい。でも弱っちいです。これ全然上げられてないの。6、6、7とかだから、この辺も上がってこないとね、厳しいのかな。はい。難しいよね、いろいろ。総合的に上げないとダメなのかもしれないし、早くね、ストーリー進めたい。はい、今回はね、約1ヶ月ですね、クラウン。ほぼ育成終わったかなと思います。はい、あとオーバーロードとかね、この辺のレベルがね、上げていきたいと思います。大切にね、育てていこうと思ってます。はい、じゃあまたです。
バイバイ。